はい、それでは、式の展開、置き換えの利用をやっていきたいと思います。例題をね、3つ、やってみますので、一緒にやっていきましょう。では、まず1番目ですね。この式を書いてください。はい、書いたでしょうか。さあ、これを展開していくんですけれども、このポイントですね。x イク 2y。ここが一緒なんですよね。だからここを、何でも好きな文字でね、例えばよくやるのがラージ A。これよく使うんですけどね。こう置いていきましょう。こういうのを置き換えですね。そしたら、ラージ A たす1、ラージ A 引く2になりますよね。で、これを展開していきましょう。こっちにやろうかな。a2 乗マイナスラージ a マイナス2となりますよね。そしたら、これを元に戻します。こうなりますよね。あとはこれ展開するだけです。はい。最後は一応、同類項がないかをチェックして、なければ、これで、展開できたことになるんですね。まあ、すごく簡単だと思います。では、二つ目いきます。はい。まあ、これ、めっちゃ有名な問題なんですけれども、まあ、これもですね、この A 足す B、あるいは B 足す C をラージ A と置けば、まあ、解けるんですけれども、実はこれ置き換えを使わないで、公式を覚えておくとですね、めっちゃ簡単なんで、そっちをお勧めします。このように A たす B たす C、括弧閉じる2乗の時は、次のような公式を暗記しておいてください。では、やっていきましょう。まず、A2 乗たす B2 乗たす C2 乗を作ります。こうですね。で、次にやるのは、2個ずつね、かけたもの。つまり AB ですね。それ2倍していきます。なので、2AB。こうかけて、次ね、この BC かけます。2BC。わかりますね。2AB、足す 2BC。最後が、こういきます。つまり 2CA ですね。これね、2CA と書いておいてください。こう。こう、まあ、こう、こう、こうというね、こう回るような感じですね。で、書く方がいいと言われてますので、こういう公式になるんですね。これを覚えておいてください。はい。ではね、せっかくこれを覚えたんで、これの有名な例題をちょっとやってみます。まあ、2ダッシュとしといて、これですね。一遍ね、ビデオ止めてやってみてください。はい。では解説していきます。さあ、これなんですけれども、ここが A、ここが B、ここが C なんですね。では、当てはめていきますね。足すで OK なんでね。こうなんです。で、最初なんでゆっくりいきますね。2×x かけマイナス 2y。2かけ、マイナス 2y かける 3z。そして、2かける 3z かける x ってなりますよね。で、x2 乗、4y2 乗、9z2 乗、マイナス 4xy、マイナス 4y、あおっと、マイナス 12yz プラス 6zx が答えになりますね。はい。これでもやっていけばいいと思います。では、3つ目いきます。この式を書いてください。はい。これはもう置き換えを使うしかないかなと思います。ただこの問題のね、難しいのは、
いきなりラージデート受けないんですね。ないでしょ。ね。ないんですよ、符号のせいでね。こういう時はですね、この後ろの2つの2個を見てください。これ、プラス X、マイナス X、逆ですよね。で、マイナス1、プラス1、ここも逆ですよね。ということは、これ、慣れてくださいね。後半のここですね。ここの子。ここに注目するんですけど、これ、ここの2つをマイナスでくくるんです。はい。ということで、ちょっとやってみますね。最初はまあ、そのままでいいんですけども、後半ここマイナスでくくるので、中括弧、x の乗マイナス括弧、x 引く1。こうなりますよね。慣れてくださいね。なので、ここをね、ラージ8を置けるんですよ。うん。x 引く1をラージ8を置けるわけですね。はい、ゆえに、x2 乗足す a、x2 乗引くラージ8となりますよね。はい、これ解いていきます。そうすると、x4 乗マイナス a2 乗になりますね。はい、で、これを元に戻して、こうっすよね。で、展開します。まずはこうですよね。引く算って括弧取らないですよね。で、最後分配してフィニッシュです。はい、いいでしょうか。はい、ではですね、まあ、これらに関するちょっと例題を一回上げてみたいと思います。では例題、コーナー行ってみます。これはもう、一回書いたら B を止めてやってみてくださいね。どんなんでしょうかな。そしたら、はい、これをやってみてください。はい、では解説します。これは割とイージーです。3a-b をラージ8と置きます。そうすると、a たす2、a-1 となりますよね。下に書いていきますね。a2 乗プラス a-2 になりますね。で、元に戻して、こうですよね。で、展開してフィニッシュです。まあ、難しくないかなと思います。はい。で、2番目は、まあ、これは、あれやっとかなきゃいけないんだよな。まあ、ちょっと僕のオリジナルにしようかな。3x-y 足す 2z の2乗にしておきましょう。はい、ということは、一旦 B 度と見てやってみてね。さあ、こうですよね。からの、で、かけるね、もうこれでいいからね、ここはね、点でいいんですよね。これも覚えておきましょう。こんなんでいいんだって感じなんでね。こうですね。はい。では展開していきます。さあ、当てたでしょうか。はい。では3つ目いきます。これですね。さあ、これは、慣れてくださいね。後半がポイントなんですよね。ここをマイナスでくくると、ラージ8を置ける、置き換えができるんですね。なので、ここをマイナスでくくるのが、まあ、ミソですね。ほら、B-3C 共通因数、ラージ8置けそうですよね。
ということで、A 足すラジ A、A 引くラジ A です。はい。で、これ展開します。こうですね。はい。このようになって、こう展開して、カッコ外します。こんな感じかな。はい、以上です。